アクドックレーン、アクドック通りは、オーストラリアビクトリア州メルボルンにある、狭く短い通り。メルボルンの中心業務地区にある、フリンダースレーンを、イグジビションストリートとラッセルストリートの中間で、曲がって南下する工事である。南端で、ダックボードプレースに突き当たるまで50メートル余りの、長さがある。以前は、コーポレーション通りと称されていたが、 2004年10月1日にオーストラリアのロックバンド AC、DC を称えて解消された。メルボルン市議会における街路名解消提案の投票結果は全会一致で可決であった。バンド名のトレードマークになっている AC と DC の間の稲妻ないしスラッシュは地名登録局の地名表記の方針に合致しないため、通りの名としては省略されることになった。 当時メルボルンの市長だったジョンソーは、会場の式典で、歌にも歌われているように、地獄行きのハイウェイもありますが、ここは天国行きの工事です。ロックしましょう。と挨拶した。これに続いて、バグパイプの楽隊が、ロングウェイトゥザトップを演奏した。会場から、一月後に、街路名標識の上下に、稲妻を表すパネルが取り付けられたが、これは後日撤去された。 ロックンロールナイトクラブのチェリーバーはこの通りに面している。メルボルンにおいてはコーポレーション通りという街路名称は特に固有の名称を与えられていない通りの故障として一般的に使われる普通名詞である。この会称は AC、DC のメルボルンとの結びつきやオーストラリアの文化を世界的に広める文化的大使としての役割、またこの通りが 市の中心部において、バーやロック関係施設が集まっている一角にある、ことなどを考慮して行われた。スペインの首都マドリード南方の近郊都市レガネスには、AC、DC 通りと名付けられた通りがある。この通りは、メルボルンのアクドック通りよりも6年早く、2000年3月22日に、この名が付けられている。この命名は、 ホセペレスライス市長の発案によるもので、命名式には、アンガス・ヤングとマルコム・ヤングも出席した。ありがとうございます。